今はね、どっか遠くに叫ぶね、動物のモノマネでした。はい。もう一回言います。はい、ありがとうございます。なんかね、私、旅が好きでして、すごく好きでして、20代の頃とかはですね、いろんな国へ一人でね、バックパッカーみたいなことをやっておりまして、その時の感情というか、うわー、いろんな世界があるなー、うわ、こういう発想もあるんだ、こういう考え方もあるんだ、ああ、そっか、そういう見方もあるんだ、あ、この人こんなことしてるんだ。いろんな発見があったりですね。ほんと、無限の価値観に出会いまくった、そういう時期がありまして。今はね、皆さんもご存知の通りね、コロナウイルスでね、もうまた最近蔓延してて増えちゃったよね。今までで最大感染者数を確認っていうね、ニュースもこの前あったし、なんかね、いや、それを言い訳にするのはね、いけませんけども、なんか旅をしたいなって、ねえ、思ってるよな、最近。私自身ね、いろんな国へ行きたいんですけども、そうね、今までのことを言わせていただくとですね、言わせていただくと、アジアはね、まあ、隣国、韓国、シンガポール、上海、まあ、中国ね。中国、マカオ、香港。台湾、ベトナム、カンボジア、ニュージーランド、フィリピン、あとヨーロッパね。イングランド。まあイギリスよね。イングランド、スペイン、ポルトガル、オランダ、ドイツ、ポルトガル、フランス、イタリア、ぐらいかな。バチカン市国、最初の国とか行ったんですけど、イタリアとかはね、ほんとパスタがめちゃくそうまくて、ピザとかね、行ったことある方はわかると思うんですけど、向こうで食うピザとかパスタやばくないですか、あれ。グルメ系の話は、そうね、あと台湾とかね、やっぱ中国はね、ご飯美味しいよね。中華料理。あとニュージーランドのね、ラム肉もめちゃくちゃうまかったですね。当時ね、ホームステイもしまして、ニュージーランドで。で、もう、そこの現地の人が作るラム肉のなんか、ラム肉料理。めちゃくちゃうまくて、夜中にさ、起きて、そこの家にね、ホームステイさせてもらってください。ホームステイ先の冷蔵庫開けて、ラム肉ガンガン食ってましたからね、一人で。しれーっと、うますぎて。
ていうね、のはありましたよね。あと、フランスとかもね、うまかったですね、ご飯が。高いけどね。高いけど、うまかったですよね。あと、やっぱ、旅してると、危ない目もいろいろあるんですよね。危ない目にあったりね。フィリピンとかではね、タクシー代をちょっと渋ったんですよね。現地のレートで、ちょっと記憶が飛んじゃいましたけどね、何千円。どこかまで行くのに、現地ではもう何百円のところを、なんか何千円って言われたんかな、当時は。それで、それ支払うの渋ったら、まあ、パチモンかもしれませんけどね、拳銃を向けられまして、殺すぞと、いうことをされたんで、まあ、払っちゃいましたけどね。あとはね、やっぱこう、私自身、あえてこう、怪しいとこに行くのが好きで、あえてこう、怪しいやつにつるむっていうか、やっぱ、現地ではさ、こう、案内人とかいるんですよね、路上にさ。そいつにあえてついて行ってからさ、危ないところに行ったりしてましたよね。で、やっぱりさ、後進国と言っちゃあれですけど、国によっては、もう警察組織と、こう住民さんがグルでつるんでるんですよね。だから、賄賂とかね、全然ありますよ。まあ、日本がこう平和すぎますからね、こうやっぱりなかなかね、そういう、なんか、という話としてね、私も捉えてましたけど、当時は。まさかね、本当にね、賄賂とかがね、ある国があるんだっていうのはね、やっぱ、行ってから体感しましたね。そうね、やっぱあとヨーロッパとかはね、まあ基本現地なんですけど、やっぱ物価が高いのよね。まあもちろんね、その分給料も高いんですけど、なんかね、例えばチャーハン1個がなんか1000円とかね、全然ありますよ。チャーハン1個だよ。チャーハン1個で1皿で1000円、全然あります。あとやっぱヨーロッパ人はね、基本まあ、お酒強いですよね。お酒強い。やっぱいろんなことね、つるむし、その中でね、友達になったことがあるとね、一緒にね、バーとか行ったりしてね、やつら基本も片手にビール持ってますからね、片手にビール持って歩いたり、もう基本それが普通。基本ビール持ってる。なんかあったら飲んでる。なんかあったらビール持ってるし。とりあえずビールみたいな習慣っていうか、それがすげえ根付いてるんで、やっぱそれは感じましたね。あとベンツ、ドイツの車、有名だね。あれとかドイツではさ、タクシーに使われてますからね、普通に。だから日本でいうクラウンとかトヨタのね、そういう、なんか車が、その向こうでいうベンツだよね。だから普通にタクシーとしてベンツ走ってるし、なんかもう全部ベンツなのよね。タクシーが、タクシーがみんなベンツ。なのでっていうわけでもないですけどね。なんか日本でなんかベンツ乗ってる人いるでしょう。まあ、確かにね、かっこいいんですよ。かっこよくて、なんかね、ボディも顔もいいし、まあいいんですよ。ただ個人的にね、あんまりベンツには興味がないというかね、そういうドイツとかで、なんかタクシーとして使ってる、なんていうんですかね、あまり私はベンツは、って感じですね。全然日本車がいいですね。日本の車が好きですね、私は。だってこれ言ったらなんか、外車が好きな人から非難を受けるかもしれませんけど、外車ってあれでしょう。基本なんか、全部逆でしょ。ハンドルも逆だし、何をするにも逆じゃん。なんかウィンカーつけるとこも逆だし、日本はなんかもう右だけど、外車左だしさ。そういう、なんか微妙なのが違うじゃん。だから個人的にあんまりですね、外車は。全然日本車がいいですね。
ドイツ、まあでもドイツ、ベルギンの壁とかね、ありましたよね。行きましたけどね、やっぱ当時のね、もう東西に分裂した歴史とかね、体感したりね、やっぱあとソーセージがめちゃくちゃ、なんか、定番っていうか、向こうは。ドイツの話を続けるとさ、ドイツはとりあえずビールとソーセージ。これマスト。スペインとかはね、騙されましたよね。なんかコロッセオっていうスペインで有名な 歴史建造物がありまして。で、まあそこにさ、なんか本当その当時のもう昔の時代のさ、なんか服装をした人が何人かいまして。で、やっぱ物珍しいからさ、こう、こっちからしたらさ、こう、昔の格好をしてる、なんか貴族風のさ、そんな人いたらさ、なんか珍しいし、違和感あるし、ああ、なんか写真でも撮ろうと思って、やっぱ思っちゃうよね。で、やっぱ写真を撮るようにお願いして、一緒にね。そしたら、その撮った後に言われましたよね。何千円払ったっけな、何ユーロだったっけ。日本円で結構な額払いましたよね。2、3000円払った気がするな。もっと払ったかな。で、後で調べたらさ、あれはもう完全にこう何、そういうのっていうか、まあ現地とかさ、知ってる人はさ、あんな、絡みませんけどさ、やっぱり、こっちからすると物まねするらしいからさ、やっぱ絡んじゃうんだよね。で、写真撮りたいと思って。ただやっぱ後で聞いたら、現地の人に聞いたらさ、いや、あれはもう、やめた方がいいよと。ただこう、大金を、すり上げて終わりでしょっていうことは言われましたけどね。やっぱ後で分かりましたけどね。なので、私もやっぱ日本人のイメージ、こう、カモの、日本人イコールやっぱ金持ってますからね。そのやっぱ日本人イコールカモっていうイメージをちょっと私もつけちゃいましたね。それはもう日本国民の皆さんごめんなさい、本当に。もう私がちょっとその日本人イコールカモっていうのをまたさらにね、勢いつけました。すいません。オランダも良かったよね。やっぱアムステルダムの夜はいいですよ、オランダは。オランダはいいですね。なんか綺麗。そしてオランダは、なんかこう、運河っていうか、運河町のなんか街並みにいるだけでも映えるし、すごく。オランダとか、まあイタリアもそうだけどさ、なんかやっぱ建築物が素敵。景色がいい、ヨーロッパ。フランスとかね。エッフェル塔とかさ。まあ今はもう行けませんけどね、ヨーロッパはね、コロナウイルスでね。まあまたね、コロナウイルスが終わったらね、行きたいよね。ぜひね、フランスとかね。まあイングランドはね、すっげえ汚い。いや、もちろんね、その綺麗なとこもあるんですよ。こう、公開してる。まあでもそれも日本も一緒ですよね。やっぱどこの国でもさ、綺麗汚いありますよ。ここの地域は綺麗、ここの地域は汚いっていうのは、やっぱどこの国もそうですよね。あと、まあ、アジアに戻りますとね、やっぱアジア、まあ、とりあえず飯がうまい、物価が安いというのはやっぱ有名ですよね。あと、人がいいとかさ、あと、親日の人が多いですからね、やっぱ日本人と聞いただけで、うわぁ、日本人か、みたいなね。やっぱ日本自体がね、すごくODA ですかね、開発援助でね、いろんな国にこう援助してますからね、アジアのね。やっぱこう、アジアのね、日本はやっぱ中心だしね、やっぱり、アジア歩くと、ね、日本人っていうだけでね、やっぱりこう、イメージはいいんですよ、みんなから。あと、カンボジアのね、バイクタクシーのね、向こうの名前でね、ソーンって言います。ソーン。ちょっと日本ではあんまり聞き慣れませんけどね。ソーンさん。私の先輩でしたね、年齢もね、多分4、50言ってましたよね。ソーンさんとね、最後の日にね、最終日にね、バイクタクシーでね、ソーンさんが、そのバス停まで送ってくれましてね。というのがね、そのカンボジアにはね、私ね、本当もうノープランで行きました。ベトナムからね、当時はね、夜行バス使って、ベトナムのホーチミンからね、カンボジアのプノンペンに行きましたね。で、プノンペン現地着いたんが、本当夜中でしたけどね。で、ノープランなんでね、ホテルも取ってなくて。
で、3、4軒探し歩きまし、いまして、1軒目はもうほんとやべえ雰囲気でもうボツになって、もう2軒目、マジ汚すぎてやめようってなって、3、4軒目ぐらいかな。で、当時ね、まあ当時、まあ今もね、仲良しですけどね、向こうの呼び名で、ダモーっていうかな、ダモーくん。当時学生ですよね。今はもう結婚して子供いて働いてますけどね、カンボジアでね。ほんと好青年でね、夜中にさ、ほんとサンダル履いて、なんかタイパンツ履いて、T シャツ着て、もうヒゲダーみたいな、そんな俺が来たら普通、ね、こいつやべえと思うでしょ。夜中にさ、それも予約もしなくてさ。で、ほんとノンアポでダモが働いていたね。当時バイトですかね。向こうでもバイト、まあバイトっていうかな。バイトしてて。で、ダモが、ね、受付いまして、学生でね。で、日本人っていいこと言ったらね。でもちょっと今はね、ちょっとお金がないよと いうことでね。そしたら、あ、大丈夫だよと。お金は後でいいから、パスポート見せてくれ。まあ、パスポート見せたらさ、日本人、おお、日本人かってなって、あ、もう日本人は大丈夫と。日本人は信頼できると。だから今日、とりあえずお金はまだ結構ですと。また帰るときにね、会計してもらったらいいよというふうに言ってくれて。まあ、そこで思ったのが、やっぱ日本人っていう、まあ、ブランドと言ったらあれかな、ちょっと言い過ぎかな。やっぱ日本ってすごい世界的にも信頼されてます。これはね、ヨーロッパでもそうですしね。やっぱ日本人、まあ、どこでもそうですよね。アフリカ、ヨーロッパ、中南米とかね、北米、南米、オセアニア。やっぱ日本人っていう、やっぱ信頼度はすごいよ、やっぱり。それは日本人として感じますよね。だからさ、ダモーもさ、日本人なら別にいいよと。お金はまた後で払ってくれるだろうし、ということでね。その時はね、お金はもう払わずに止めてくれましたよね。で、最終日はね、ちょっと多めに払っちゃいましたけどね。その、ダモもさ、昼間とかさ、その、原付でさ、こう、プノンペンの街並みを案内してくれて、もうほんといいやつでさ、なんか飯も行ったし、まあもちろん私がね、全部払いますけどね。もう、ほんと。お世話になってね、ダンモンにはね、いろんなとこまでね、宿のこと、案内、いろんな案内してくれましたね、ダンモンね。で、ソーン君はね、さっきのね、ソーンさんか、バイクタクシーの。ソーンさんもね、いろんなとこにね、バイクタクシーで連れて行ってくれまして、多分ソーンさんはあれかな、そのホテルの専属ドライバーかな。ずっと翌朝もね、そこで待ってましたからね。その宿泊客をね、どこかに連れて行く役割、ソーンさんが。懐かしいなぁ、ソーンさん会いたいなぁ。他にもね、当時、そのホテルで、ね、働いてた学生いっぱいいましたけどね。何人かいますけどね、その学生元気にしてますかね。会いたいですね。久しぶりね。タイも良かったなぁ、タイのカオサンロード。やっぱバックパッカーの聖地。いろんなやついますからね。もういろんな世界中からね、旅人がね、あそこに集まるんですね。カオサンロード。あそこ面白かったね。いろんな文化価値観がもうひしめき合ってますからね。もういろんなやついますから。楽しいね。あと、アユタヤとかね、遺跡巡り、タイのね。シンガポールとかやっぱ綺麗だよね。シンガポール結構やっぱ観光用で整備されてますからね。とりあえずマーライオン公園とかね。こうなんか口からシャーってこう水が出てる、こうわーっていうマーライオン。ベトナムも良かったね。フォーを食って腹壊しましたけどね。なんかベトナムのほんとこう一昔前のあの感じの風景というかね。まあ、人も、まあやべえやつもいるんですけどね。危ねえやつもね。まあいいやつもいて。まあ、どこもそうですけどね。いろいろありますね。マカオは良かったね。もう全部豪華。マカオは。建物すべて。深センからね、なんか、船に乗って行きますけどね、マカオはね。マカオの街並みも素敵でしたね。マカオイコールやっぱカジノ。カジノがすげえのよ、あそこは。まあ、私はカジノしませんからね。やってませんけどね、マカオではね。
あと、まあ、中国ね、なんかこう、スト2みたいな、こう、ストリートファイターって言ってしますからね、ゲームのね。スト2のさ、なんか、チュンリーの、なんか、ホームスタジアムあるんですよ。チュンリーのホーム、ラウンド。あの感じのまんま。なんか、鶏がさ、路上にいてさ、なんか、犬とかこう、売ってて、ね、なんか、ほんと、年老いたおばあちゃんがさ、座ってて、椅子にさ、ほんと、ボロい、なんか、家ですけども、なんか、こう、一昔前の日本みたいなさ、なんか独特の匂いするしさ、なんか危なっかしいし、なんか社会主義だし、中国は面白い。一昔の地域もあるし、今風の地域もあるし、もう中国はなんかもうすごい奥深い。だからね、インドとかね、行ったことねえからさ、私、インドとか行ったらやっぱすげえんだろうね、インドも。昔の名残もあってさ、なんかもう旅の話すると止まりませんね、やっぱね。旅の話は楽しい。やっぱそのぐらいやっぱね、私旅が好きなんでしょうね。旅最高ですね。旅について今日ちょっと語っちゃいましたけどね。本当はもっといっぱいありますけどね。もうちょっとカメラの充電が4メモリ中もう1でもうすぐ終わっちゃうんで、この辺で切りますね。旅最高です。バッ。